今回は二郎系のラーメン屋さん2軒を紹介します。まずは旗の台ですね。旗の台の駅ってなんかこうウッディーな作りで結構洒落てるんですよね。こちら池上線の蒲田行きのホームの方に降りてずっとまっすぐ行くとすぐ出口になります。そしてこの改札を出てだいたい20歩ぐらいですね、もう旗の台といったら豚風さん、もう本当に駅直結型っていう感じですね。僕的には二郎ではなくて二郎系だったらこちら一番好きなお店ですね。僕こちらの辛ラーメンっていう辛いラーメンが大好きなんですけど、ちょっと体調崩してあんまり辛いの食べれない状況が続いてたんで、今回は限定の五郎丸って言ってみました。五郎丸ってなんだかよくわかんないですけど、基本的にこちらの限定ってほぼほぼ外れないんで、まあちょっと変わったもの食べてみたいなと思ったらとりあえず限定って感じで、ごまの効いた、ラーメンでしたね。担々麺チックのその辛いごまのラーメンじゃなくて、本当にこうごまの風味がたくさんあって練りごまチックな感じで美味しい感じでしたね。ごまのコクがあってね、まあここいつも名前も変な名前の限定多いんですけど、まあこちらで外れはほぼほぼないんで、もう安心してもうよくわかんない限定でも頼んじゃいますね。まあ、全体通して言えるのが神豚とコクのあるスープ、もう美味しかったです。そして豚かせといえば昆布系ですよね。今回は昆布と納豆がらしっていうやつだったんですけど、これがバチクソうまくてビビりましたね。二郎系のもちもちわしわし麺に昆布水が浸かっててトロットロになっててね、これ塩梅もいい感じでこのまんま食べれるんですけど、今回はこの納豆がらし、もう何ですか、その和がらしが効いたツーンとね鼻に抜ける感じの辛さが癖になるんですよ。それに納豆がねいいアクセントになっててめっちゃいい仕事してるんですよね。本来であれば昆布水の麺だけで結構食べちゃうところを、今回漬け汁がめちゃくちゃうまかったんで結構つけて食べましたね。ほんとねこの時花粉症で鼻詰まってたんですけど、からしが鼻から抜けるんでもう全然もう満杯でいい感じでした。いつやるかわかんないですけど、これやったら絶対食べた方がいいと思います。そしてこちらはニッパーのハイパーファットンさんですね。こちらパターンとかそういうなんか人気の限定の時は並べが結構えぐいんですけど、そうでもない時は2時前後に行けばそんなに並んでないことがあるんで狙い目だと思います。この日は前回1回食べたことがあるソルトポタージュっていう限定だったんですけど、結構美味しかったんで、1週間しかやんないんでちょっとそろそろ終わっちゃうなと思って食べてみようと思ってきました。こちらですね。こちらは野菜がキャベツともやしじゃなくてキャベツだけなんですよ。で野菜増しはやってないのでコールしないようにした方がいいですね。コール的にはニンニクと油と味濃いめしかやってないので、その中でコールする感じです。今回のねソルトポタージュは本当に塩が効いてるポタージュスープっていう感じの中にラーメンが入ってるって感じで美味しいですね。コクがあって濃厚で、それでいてねしつこくなくてさっぱりしてるんですよ、塩だからね。でこのキャベツがいい感じで、味をこう際立ててくれるっていうんですかね、キャベツの甘さがね本当に美味しいです。でこちら、ハイパーで僕が、一番は、マカヒアカイっていう冷たいラーメンなんですけど、その次に好きな限定と言ってもいいと思います、すき焼きですね。これね食べたらね結構ね分かると思うんですけど、まさにすき焼きなんですよ。甘ったるい醤油が効いたそのなんですかね、あのすき焼きを食べてるような感じなんですよね。あの家庭でやるすき焼きですね。そのあのお母さんが作るちょっと砂糖が効いた醤油が効いてるっていうあのすき焼きの味をラーメンで再現してくれて、なおかつ二郎系ってことでこれ大好きですね。これがやると来るようにしてます。今回は二郎系をお届けさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。